ほー、コメコパン講師のキサキです。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは米粉で作れる簡単レシピのご紹介や米粉に関するいろんなお役立ち情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録して楽しんでいってください。はい、ということで以前卵を入れたふわふわ米粉蒸しパンのレシピをアップしたんですけれども、今回は卵なしで作れる蒸しパンをご紹介していきます。で、この間おせちで余ってた黒豆が家にたくさんあったので、抹茶パウダーを練り込んだ生地でこんな感じの和風抹茶蒸しパンを作ってみました。今回はこちらのレシピご紹介しますが、抹茶パウダーと黒豆なしでプレーンとかで作ることもできますので、作り方ぜひ参考にしてみてください。で、実は今回この卵を使わない蒸しパンめちゃくちゃ大苦戦しまして、もう50個以上焼いたんですけれども、それも踏まえてうまく膨らむためのコツやポイントなども工程の中でお話ししながら作っていこうと思います。ぜひ見逃さないように最後までチェックしてみてください。ではでは早速スタート。今回使用する材料はこちらになります。米粉は今回製菓用のみずほ力を使っていきます。他にもパン用米粉みずほ力や、あとスーパーとかで見かけたりするこの米の粉でも作ることができます。米粉の選び方すごく大切になってくるので、よかったらこの米粉の選び方っていう動画も参考にしてみてください。では生地を作る前に先にお湯を沸かしていきます。今回はこういう小鍋に100均とかで購入できる蒸しプレートを乗せて、でその下までお水を注いでいます。蓋はこんな感じで布巾などをかぶせておくと蒸しパンに水滴が落ちないのでべちゃっとなりにくいのと膨らみやすくなります。フライパンで作る場合はこんな感じで2センチほどお水を張って、でその上に耐熱のお皿を乗せておきます。この上に蒸しパンを並べて蒸していきます。直接、このお皿なしでやってしまうと、どうしてもお水が蒸しパンに当たってしまって膨らまなくなったりとかべちゃべちゃになるので、こんな感じで一段かませています。ではお湯を沸かしている間に生地を作っていきます。お水が沸騰してきたら蒸発しないように弱火にして置いといてください。では生地を作っていきます。まず計量からしていきます。はかりの上にボウルを乗せていただいて0の表示にします。そしたら米粉 100g 入れます。次はお砂糖 25g です。今回ちょっと甘さ控えめなのでお好みで追加したりなどしてください。次、抹茶パウダーです。今回私は少量だけ欲しかったのでセリアで購入しました。スーパーとかでも製菓用コーナーに売ってたりとか、お茶のコーナーに置いてたりもします。抹茶パウダーは 2g 入れます。これよもぎのパウダーに変えたりしても美味しいですし、抹茶パウダーなかったらプレーンの生地でも作ることができます。その場合も他の分量も同じで大丈夫です。あとはベーキングパウダー 5g 入れます。ベーキングパウダーは開封後3ヶ月以上経つとちょっと古くなってきて膨らみ悪くなるみたいなので、できたら開封してすぐのものお使いいただくと膨らみやすいです。では粉類4種類入ったので泡立て器でぐるぐるぐるっと混ぜていきます。抹茶パウダーがしっかり全体に馴染んだら OK です。はい、ではしっかり混ざったので、ここにお好きなミルク類と油を入れていきます。ちょっとゴムベラの方が混ぜやすいのでここでゴムベラに持ち替えます。今回これ豆乳なんですけれども 110g 入れていきます。でちょっと違う豆乳使った時は 100g でも良かったんですけど、今回はねちょっと 110g 入れないと生地がまとまらなかったので110入れてます。こんな感じで使うミルクによっても変わってきたりするので 100g まず入れてからちょっと足りなければ追加するっていう形が安心かなと思います。じゃあ油 5g 入れていきます。でお水でも作れるんですけど、お水の場合は 90g でいいかなと思います。ただちょっともちもち感がミルク類より強くなる印象でした。じゃあ、液体類も入れたらここから手早く混ぜ合わせていきます。ベーキングパウダーがどんどんお水と反応していってしまうので、ここの工程はできるだけ手早くやって、もう沸騰したお湯にすぐに入れれるようにしたいと思います。じゃあこんな感じでしっかり混ざったのでシリコンカップに入れていきます。カップお好きなもので大丈夫です。今回はセリアで購入したこのシリコンカップ8号サイズを使っていきます。他にもこれもセリアで購入したベーキングカップなんですけれど、これだけだとちょっと生地が流れちゃうので、こういうプリンカップなどに入れて使っていきます。黒豆のせたりするのでだいたい8割ぐらいにしていきます。あとリボン状にトロトロと流れ落ちるぐらいの生地の硬さになっています。
わー、取れてなかった黒豆トッピングしておりました。ちょっと黒豆はこんな感じでペーパーとかで水分を拭き取ってからのせていきます。黒豆が沈まないようにこんな感じでそろっとのせます。5個ぐらいお好きな量のせてください。で、黒豆中に入れたいっていう方は生地に混ぜ込んでもらってもいいですし、こんな感じで中にちょっとグッと押し込んで入れてもらうのでも OK です。これはもう蒸し上がったら消えてしまうので、トッピングで表面の方にちょっと乗せておくのも残しておくと可愛いかなと思います。これ黒豆じゃなくて甘納豆とかでも美味しいと思います。はい、こんな感じでトッピングしたので蒸していこうと思います。今回はちょっと蒸し器の方で3つ並べて、フライパンの方で2つやっていきます。蓋をしたら強めの中火もしくは強火で12分から15分ほど蒸していきます。蒸しパンは弱火で蒸してしまうと膨らまなくなるので、こんな感じで結構ね湯気も出てきてるんですけど、強めの中火から強火で蒸していただくのがふわっと膨らむポイントになります。そしたらこっちも蒸し布をした蓋をして12分ほど蒸していきます。万が一途中でお水がなくなったら急いで追加してください。はい、では12分経ったのでオープン。うわー、美味しそう。めっちゃ膨らみました。よかった、安心の瞬間です。じゃあ火を止めます。ではフライパンもオープン。おー、美味しそう。ちょっとフライパンの方がやっぱり膨らみが若干悪いなっていう感じで、蒸し器の方がこんな感じでパックリ割れてる蒸しパンになってます。はい、では蒸しパン完成したらちょっと熱いので気をつけながらトングなどで取り出していきます。今回はこのシリコンカップの結構ギリギリまで生地が入ってたので、こんな感じでこんもりね膨らんだ見た目になっております。小さめをいっぱい作ってもらってもいいですし、こんな感じでギリギリを攻めてもいいかなと思います。粗熱が取れたらカップも外していきます。蒸したてちょっと表面ねちゃっとしたりするんですけど、粗熱取れたら結構こう手にもくっつきにくい感じになっています。うわー、美味しそう。ふわふわや。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本当我が家でも蒸しパンよく登場するんですけど、忙しい時の朝ごはんとか、あと冷凍ストックしておくと小腹が空いた時にちょっと温めて食べたりすることもできるので、ぜひ皆さんもいろんな蒸しパン楽しんでみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひいいねやチャンネル登録、あとコメントもいただけるとすごく励みになります。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。